ニッくん TV ご覧の皆様いらっしゃいませ。伊藤一郎です。大分にいます。大分トヨペットさんにちょっとご好意でお車をお借りしてまして、で走ってきたんですけど、こちらエコタウン大分フル号店さんにね、これからちょっとお邪魔してみたいと思います。ちょっと大きいのでいろんなものがありそうですね。はい、早速中に入ってみたいと思います。いらっしゃいませ。あ、あって言ってる。いらっしゃいませ。なんか YouTube チャンネルで面白いことやってる人ですよね。ハードオフクルメ国務店の永田と申します。はい、あ、ですよね、はい、永田さんっておっしゃるんですね。そうです。あの YouTube チャンネルやってます。拝見したことあるんですよ。 ありがとうございます。あれ、なんでいらっしゃるんですか、こちら大分。いや、今日、はい、僕もともと福岡の店舗にいるんですけど、はい、そのイチローさんが今日大分に来る気がすると思ったんですよ。今日気がする。そうです。はい、次の瞬間ハンドル握ってましたから、はい、車飛ばして。本当ですか。今ここいます。じゃあよかったらちょっとね、捕まえてお話をちょっとお伺いしようかなと思ってるんですけど。 ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、ハードオフさんの店内のちょっと場所をお借りしたんですけど、ここロッカールームですよね、明らかに。そうですね。これ大丈夫ですかね、このお仕事中の方もいらっしゃるんですけど。大丈夫です。今日はいっくんさんが来るということで、これ急遽、すいません、こういう場所で急遽つもさけないんですけど。いやいやいや、とんでもないです。こういうね、なんかこの裏側が見れて、そうですね、なんかね、ちょっと嬉しい気分になりますけども、ありがとうございます。私あのチャンネルちょっと拝見したんですけど、ありがとうございます。音楽ネタとか、はい、やっぱ多くて、バンドライやってらっしゃったのかなと思うんですけど。昔10代の頃やってました。10代、20代前半ぐらいの時に、まあ、やっぱりちょっとプロを目指してじゃないですけど、はい、福岡から上京して。九州の福岡から。そうです。もうこれプロ目指すね。それはもうビッグになるんだってこう言って、東京に夜行バスでバーッと行って、バンドを。そうですね、バンでそこでバンドやったり、まあ、一人でやったりとか、しばらく東京にいました。あ、そうなんですね。はい、そうです。ハードオフさんのグループあるじゃないですか、はいはい、そこにいきなり、入ったんですか。いえ、東京時代はもう本当音楽しかずっとやってなくて、まあ、地道に、うん、で、もうちょっと夢は諦めようかなと、25、6歳の時になって、じゃあもう地元に戻ろうかということで、はい、福岡に戻ってきて、で、あの楽器になんか関係する仕事がいいと思いまして。なるほど。でハードオフにアルバイトでこう入社したんですね。はい、そこが始まりです、ハードオフ店員の。もう最初からその楽器の担当っていうか。そうですね、楽器はやっぱ弾いてたので、なんかこうメンテナンスさせてもらったりとか。純粋な質問なんですけど、はい、チャンネルやってらっしゃるじゃないですか、はい、あれって個人でやってるじゃないですか。はい、今は会社公認なんですよね。そうですね。最初はどうだったんですか、やり始めの頃は。一番最初に、XJAPAN さんの紅っていう曲を、はい、ジャンク品で演奏してみたっていうのを出したんですけど、なんかギター弾いて、ギターだったり、なんか大正琴だったりとか、そうですね、いろいろパタ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 ってほんで歌って。そうです。で、まあ投稿したんですけど、はい、まあ、全然伸びずに、ずっともう100回200回ぐらいの状態で、まあ全然伸びなかったなと思って、自分でも忘れてたんですけど、その時上げたことさ、なんか1年後ぐらいに見たら、なんか結構再生数が何十万再生って伸びてて、何十万人いきなり。そうですね。みたいな感じなんですか。僕なんかネットニュースで知ったんですよ、自分の。マジですか。ハードオフ店員のなんか動画が話題みたいなこと言われて、ハードオフさんの店員がなんか面白いことやってるぞみたいな。そうです、そうです。でなんか、そういえばなんか誰だろうな、あ、俺だみたいな。そうです、俺じゃんみたいな感じで、そこでなんかこういろんな人に広まって、で一応会社の方にも、これなんかこれ君だよねみたいな感じで、そのバレちゃったみたいな。そうですね、僕もそんなに見られると思ってそもそも投稿してないので、何十万再生とか、僕が一番びっくりしたんですよね。はい、すいませんみたいな感じだったんですか。まあ、実はちょっとまあこういうことやってまして、みたいな。で、まあまあ、分かったと。まあまあ、じゃあちょっと続けてみなさいと。
ということで、あ、そういういいイメージアップになるから、そうですね、まあ、楽しんでやってるので、うん、まあまあ、じゃあちょっとやってみたらということで、はい、そこからもう月1ぐらいで投稿するようになりました。あれだって自分でほらカメラとかセッティングして、そのお店のジャンク品を使用してって言うと、すっごい時間かかってますよね。かかりますね。あの、ね、本当に一人でやってるので、はい、あの実際、まあ、三脚を立てて、うん、で iPhone をセットして、はい、で楽器持ってきてこう、セッティングして、で自分でこうパーってカメラの前走っていって録画ボタンポンして、でまた戻って、はい、でこうやって、で、あ、 OK ですって自分で言って、ちょっと自分でこうピッと戻してそれをだから、そのあれだ、勤務時間外にコツコツやってるわけですね。そうですね、開店前とかにやることが多いんですけど。あ、朝に。朝です。いや、とはいえすごいと思いますね、はい、でも結構なんか更新頻度自体は、はい、まあ、なんか今まで通りというか、割とそのなんか僕の動き方もなんか尊重してくれてるもらってるので、はい、なんか無理なく楽しく気ままにやってますね。ハードオフさん公式アンバサダー、はい、あの僕もあの任命いただいたんですけども、そうですよね、はい、ありがとうございます。あれですよね、アンバサダー同士なんですよ。そうです、そういうつながりが、今日ね確認できましたね。実は、はい、楽器とかアンプとかいっぱいあるじゃないですか、はい、この店舗さんにも、はい、なんかお借りしたりとかして。あ、全然大丈夫です。なんか一曲やれたらいいと思うんですけど、いいですかね。大丈夫です、言っとくんで持ってこいと、楽器持ってこいと。頼もしいですね。準備します。でこの後、あ、すいません、ちょっと風邪つってんですよ、あの伊藤ってやつがやってるの、ね、そうまいことやりますから、ね、何の曲やろうかなと思うんですけど。あ、じゃあ話に出た自分で再生数をなんかネットニュースで見てびっくりしたっていうきっかけになった紅とかはどうですか。いいですね、やりますか。紅の X ジャパンさん、いいんですか逆に、やってみます。ちょっと、いや、それやれたらすごい嬉しいんですけど、2人組だからプロボーカルギターってことで、ちょっと、はい、いや、もうありがたいです。ちょっと練習してみましょうか。しますかね、ちょっと、わかりました、はい、
永田くん声高いね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございますね、いきなりで。いえいえ、もう本当に申し訳なかったですけど。ありがとうございます。XJAPAN ファンの皆さん、私ね、XJAPAN の曲初めて聴かせていただいたんですけどあれは弾けない本人じゃないとと思いました。いや、すごかったですね、やっぱり、プロですね。でも歌、なんかトシさんに感じがちょっと似てるところあります、ね、本当ですか。声も高いしね。いや、そう言っていただけたら嬉しいんですけど、似合ってましたよ。ありがとうございます、楽しかったです。いや、でも僕もその、いや、もうもろ見てた人が横にいること自体がもう、はい、あ、そうですか。もう死んじゃえなくてハゲそうなんですけど。いやいや、ちょっとやばいですけど。ハゲちゃってください。もうそれだけでも僕はもう感激なんで、本当にありがとうございます。永田さん、あのチャンネルやられてるんですね。そうです、うちもあのハードオフの幕の内国武店という YouTube チャンネルがあるので、もしよかったら、まあこちらのチャンネルでも、あの、ちょっとぜひとも一緒にやりたい曲があるので、はいはい、あのご本人とね、はい、まあ、エブリートルシングの、はい、Dear My Friend をやれたらと、ぜひやらせてほしいなと、はい、そっちの方もぜひご覧になってください、はい、はい、よろしくお願いします。いや、楽しかったですね。ありがとうございます。永田さん、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。これ、まあ、売り物だと思うんですけど、ああ本当です、ね、この冷蔵庫電子レンジの前に、ね、このマーシャルのなんか中古のアンプがあるっていう、ね、なんかこれがね、すっごい気になりますよね。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。